史上初の千秋楽全勝同士の結びの一番です。湘南の風か白石島か、この後決戦であります。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしております。さあ、その両横綱の土俵入りであります。東方より横綱湘南の風土俵入りであります。横綱湘南の風露払い湘南トカゲ、太刀持ちヨット丸、行司は海坊主であります。では館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声お願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょなの、私は最強です。まさに絶対王者という風格が出てまいりました湘南の風。さあ、そして相対する西の横綱です。西方より横綱白石島土俵入りであります。横綱白石島露払い高尾さん、太刀持ちは野田 R2D2 であります。ではまた皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょこら、最後の最後で美味しいとこ持ってきますよ。悲願の横綱としての優勝なるか白石島。千秋楽全勝決戦結びの一番、非常に楽しみです。さあ、その楽しみだという中ではありますけれども、先ほどの、実はこれインターバルの中でも話をしてたんですけれども、あの Facebook のアカウント名のお話の中で、はい、まあ、あの田中さんがね、はい、2つアカウント持ってると、はいはい、どっちが本物なんだって話をした時に、はい、田中さんの場合は、はい、あの顔が写真、顔写真になってる方のアカウントが、はい、ダミー本来使ってないと使ってないですね。で、土俵の画像になってるのは使ってるっていう話、はい、そういうのがですね、あの、はい、そういう方が他にもいらっしゃるという話、ウボさんの話もありましたが、はい、もももさんからも、はい、いる同級生にごめん、源氏名の方が生きてるアカウントって言われたあ、だからあれでしょうね、本名の活動よりも、ええ、その源氏名を使われてる活動の方が、うん、まあ、よりメインに、うん、使ってると。ね、まあ、お仕事のね、うん、お仕事の方がやっぱりちょっと活発に動かれてると、ね、いうこともあります。そうですね、そういうこともあります。はい、Facebook はそういう風に使われてる方もたくさんいらっしゃいます。あります、いろんな使い方があっていいと思いますね。そして館内を今もう見てるんですけど、はい、これが来ましたね、はい、田中さんが作っているんですけどもこれね、はい、21、はい、前回のユウさんからの激しいクレームもありましたね、はい、これあれですか、某アイドルの方のね、恋もして仕事して、歴史刻んだ地球、泣いちゃった腹減ったラブレボリューション、21ってやつですよね、21。 これも入ってるんですね、多分ね、ほいそうですね、ただですよ、ただですよね、はい、ええ、その右側に来ますよね、ちょっとこれ見づらいんですけどこれ違う曲なんですよ、またこれ僕ね、ええ、思うんですけど、これは一応全国の方でも分かる大丈夫です、はい、曲ですよね、これ大丈夫です、はい、夢中で頑張る君へエールを、急にこれあれですね、あのレオパレスニジ1ですね。なんどうしたんですか、レオパレスニジ1ですね。なんでなんですか、これどうしちゃったかあのどっちを応援してるのかっていうことにもなりますし、はい、下手したらこの牛乳パックで上相撲界の力士の誰かが部屋を探しているのかと、はい、あの師走の忙しい時にっていうことになりますね。ですね、
急にどうしたんですかね。で、はい、今日ちゃんとあの間違ってないんですよ、はい、アルファベットのスペルとかも、はい、で、前回7日目8日目の時に、文字で噛んでたんですよね、はいはい、それがもしかしたらわざとやってんじゃねえのか疑惑で、はいはい、私がちょっとそこにクレームを出したんですけど、そうですね、その後、はい、番付編成員の田中さんからメッセージが、制作者からメッセージ来まして、はいはいはい、あれはネットで調べたんですが、はい、ガチで間違えましたってなんで調べたのに間違うんですか。調べたのに間違ったそうです。調べてスペルを間違ったっていうことですか、はい、ええ、調べたのに間違ったっていう、もう200点です。200点ということで、まあ疑ってすいませんでしたというこれはもうちゃんとね、はい、はっきりしてますね。そうですね、ということで、実況は私山田大輔、そして解説教授田崎役は海坊主でございます。幕の内後半の取り組みです。牛乳パックで紙相撲、平成27年11月12月場所、これより千秋楽幕の内後半の取り組みであります。青山イルカ池に金太郎侍、東方青山イルカ池東前頭11枚目、愛知県出身愛知部屋、西方金太郎侍西前頭4枚目、静岡県出身アンビック部屋、今宵の小鉄は血に飢えておるわ。これより幕の内後半の取り組みであります。結局向こう正面おしろくまさんに全く聞きませんでした。そうですね、ネタがありすぎて。そうなんです、うん、さ、5勝3敗青山イルカ池、対する金太郎侍は3勝5敗です。幕内後半最初の一番、押し合いになるか。制限時間いっぱい、両者見合って今日のことぶつかりました。長田やや変化しましたか。下がったのは金太郎侍です。後ろもたれの体勢、青山イルカ池押し込めるかどうか。押し込んだ、押し込んだ、突き出し、青山イルカ池の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して青山イルカ池の勝ち。今の一番です。ここは金太郎侍勝っておきたかったですね。そうですね、青山イルカ池としてはまあまあ会心の相撲というふうにも言っていいでしょう。青山イルカ池勝って6勝目、6勝3敗、敗れた金太郎侍3勝6敗で来場所番付をかなり落としてしまうということになりそうです。備前長船に一式込み、東方備前長船東前頭3枚目、岡山県出身岡山部屋、西方一式込み西前頭8枚目、静岡県出身アンビック部屋。この時間では、同時にツイキャスでの配信も行っております。ツイキャス配信の場合はテロップが一部見えなくなっているかと思います。あらかじめご了承ください。備前長船土俵上3勝5敗、一式込みが5勝3敗、こちらは勝ち越しが決まっています。押し合いの相撲となりそうです。制限時間いっぱい、両者見合って今日のぶつかりました。右の回し入って備前大阪船寄っていく、寄っていく、前に出るが土俵際の攻防動画際どい、備前大阪船が残っていました。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して備前大阪船の勝ち。最後土俵際もつれましたが、まあちょっと意識込みとしてはここから面を入れたかったんですけども、土俵を割ってしまいましたね。ただ競技がちょっと違いましたね。そうですね、面を入れても勝てませんから。そうですね、別にそこで1本取ってもダメですからね。そうなんですよね。備前長船勝って4勝5敗で場所を終えています。意識込み敗れて、5勝4敗で今場所を終えました。桜地バッタにどすこい静岡、東方桜地バッタ西前頭9枚目、鹿児島県出身鹿児島部屋、西方どすこい静岡西前頭2枚目、静岡県出身アンビック部屋。
桜地バッタ6勝2敗、ドスコイ静岡4勝4敗。ドスコイ静岡はこれ2枚目ですからね。そうですね、勝ち越せばあるいは三役の可能性も、ただまあ三役勢今場所勝ち越していますからね。小津海、銀屏風、福島藤桜が勝ち越しているので、魚雷ル会計だけなんですね、負け越しているのが。なので一枠しか最大でも開かないという状況。それだけにどうですかね、まあ、可能性はゼロじゃないですよね。ここでまず勝ち越しておいて、まあ、東くんですとかね、他の、まあ、東くん次第ということなんですかね、歴史次第ではあると思うんですけどね。館内タイムライン上、焼きみりもさん、田中さん普通に21探した、何のひねりもなく。今度これはこれでこれはこれで言われちゃうんだどうしたらいいんだ22、23。だからね、もうね、レオパレス21だっていうところのね、はい、ひねりすぎちゃってもダメなんですよね。はあ、うん、歌詞に21入ってないですもん。だから、あ、はいはいはい、だから僕が言いたいのはそこなんですよ。替え歌とかね、ええ、かもう歌詞にそのまんま入ってるもので始めたのであれば、ええ、もう歌詞にそのまんま入ってるもので続けてほしい、ええ、私の気持ちです。別にそこはもうね、あの田中さんのやり方があると思うんですけど、私の気持ちはもうそこで男を見せてほしい。すげえな、もう一言だと思ってるんだね。そうす、もう言いたい方だ。さあ、押し込むか桜地バッター、引き技もあります。ドスコイ静岡は4勝4敗、新三役目指しての一番でもあります。制限時間いっぱい、よしみやって今日のことで、ぶつかった立ち合いは五分、押すのは桜地バッター、のことで引いていけない、押し出し、桜地バッタ中地。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して桜地バッタの勝ち、どすこい静岡負け越し。いや、確かに今場所の桜地バッタも調子良かったですからね、まあ押しには 対応できなかったですね。何度も何度も止めていたんですけどね、どすこい静岡がね。ただ、桜地バッタは止まりませんでした。桜地バッタ勝ってこれ立派ですね、7勝2敗ですよ。これはいい感じでステップアップできるんじゃないですか。一気にこれ番付を上げることになりそうです、楽しみです。敗れてドスコイ静岡、4勝5敗で残念ながら負け越しです。夢の藤娘にヨット丸、東方夢の藤娘、東前頭2枚目、静岡県出身アンビックベア、西方ヨット丸、東前頭4枚目、神奈川県出身神奈川部屋、2勝6敗同士です。まあ両者上位戦もありました。なんとかその上を目指すためにも一つステップアップの一つの材料にしてほしいですよね。そうですね、押し合いになるか。制限時間いっぱいです、両者見合って強引のぐらい、ぶつかりました、のぐらい、のぐらい、引き離すのはヨット丸、のぐらい、のぐらい、のぐらい、両者が下がりました。はっきり、はっきり、土俵際、はっきり、夢の藤娘残している、のぐらい、ヨット丸も土俵際です、のぐらい、夢の藤娘、夢の藤娘が残っていました。ただいまの取り組みはヨット丸に踏み出しがありましたので、夢の藤娘の勝ちであります。まあ土俵際粘りましたね。そうですね、ただもうちょっとぶつかり合ってほしいかった点もありますね。勝ったのは夢の藤娘3勝6敗、ヨット丸敗れて2勝7敗で場所を終えました。江戸緑に御殿場富士山勢、東方江戸緑、東前頭筆頭、東京都出身ほぼピンベア、西方御殿場富士三世、西前頭5枚目、静岡県出身アンビックベア、4勝4敗が御殿場富士三世ですね。
そうですね。江戸緑は3勝5敗です。これテロップ間違っています、失礼しました。江戸緑は3勝5敗ですか、ここまで。御殿場寺三世はこれ大きい一番ですよ。そうですね、まあまあね、もちろん勝ち目がないわけではないです。得意としている相手ですから、ちょっとここは一発勝負かけたいですね。桜地バッタの親方、オベアさん、ありがとうございます。この校長親分を、ごめんなさい、親分じゃない、親方だ親方本人に反映させたい。あなるほどそれはね、お勉強面なのか、どの面なのかっていうのはちょっと一旦深掘りはしないでおきますけれども、もうしてるなもんですけどいやね、この姿を見て、そうですね、桜地バッターの姿を見て、はい、いや俺も頑張ろうみたいになるんですよ。そうですね、見せましょう見せましょうね、はい、きっと夢中で頑張る君へ、そうエルボー、そこの部分見せなくていいかな、そこまで見せない方がいいそういう大人になっちゃいけないさあ土俵上制限時間いっぱいです。御殿場三世は勝ち越しをかけての一番、両者見合って今日のぐらいぶつかりました。前に来ない江戸緑のぐらい、あと外掛け豪快江戸緑の勝ち御殿場三世負け越し。ただいまの決まり手は外掛け、外掛けで江戸緑の勝ち。富士山が強引に転倒しましたね。いやーで富士山ですからねこんなに簡単にコロンと行かれるとちょっとそれはそれで困る、困りますよね、縁起悪い、縁起悪いですけどね江戸緑勝って4勝5敗、御殿場宇治三世敗れて4勝5敗で場所を得ています。負け越しです。片や富士の牛島、富士の牛島東方富士の牛島、西前頭3枚目、埼玉県出身ほぼピンベア。この後は福島富士桜、福島富士桜、西方小結び福島富士桜、静岡県出身アンビックベア福島富士桜です。6勝2敗、もしこの一番に勝ちますと来場所大関取りにかなり近づきます。まあ6勝であってもその可能性というのはあるんですけど、7勝を先に上げるとこれは大きなものになります。目安としては2場所で13勝から14勝と言われてますからね。そうですね、仮に今場所7勝を上げればかなりこれは夢は広がります。22歳、富士の牛島4勝4敗での千秋楽です。いろんな技ありますからね、福島富士桜。そうですね、親方のやる気スイッチが見つからないそうですけれども、もしかしたらね、はい、桜地バッター自身がやる気スイッチかもしれないからね、はい、そうですね、ね、はい、その成績と反映して、ね、そうですね、ね、もう比例するかのように上昇するかもしれない、来場所からね、うん親方も来場所から、来場所から親方も来場所から、ね、親方の来場所っていうのは来学期ってことでね、そういうことですね、うんうん、今学期だね来場所から来場所から、うん、さあ浴びせていけるか富士の牛島。福島桜は7勝目挑戦のこの一番、制限時間いっぱい、よしみやって今日のぐらいぶつかったのぐらい突き倒し富士桜豪快ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して福島富士桜の勝ち、7勝です。いやまあね、相手に合わせたいろんな相撲を取れるようにはなったというのもありますけれども、こうやって突き倒すのもあるんですね。ねえ、
何してもできますね、いろんなことがね。7勝2敗で今場所を終えて、さあ来場所は大関取りの場所になります。敗れて富士の牛島は4勝5敗で結局負け越しとなりました。片や銀屏風、銀屏風、東方小結び銀屏風、室蘭市出身室蘭部屋、この後は東くん、東くん、西方東くん、西前頭筆頭、札幌市出身東くん部屋。さあ三役争いという面ではこれ東くんが非常に大きな意味を持っています。4勝4敗です。東くん勝てば東くんが入れ替わりで三役という可能性が、三役復帰が見えてきます。ただ負けるとこれ混沌とします。来場所も三役勢これ混沌としてくることでしょう。というのはみんな負け越してるんですよ、この上位、今の平幕の上位が。今日から今の富士の牛島負け越し、ドスコイ静岡も負け越し決まりましたので5枚目まで全員負け越しです。そうなればね、はい、誰も入れ替わりなく来場所ということになるかもしれません。今日もスライドそうですね、魚雷ルカイケが小結びに残るという可能性が出てきます。どうなるんでしょうかね、来場所の番付、珍しいことになっています。さあ押し合いか、東くんベテラン今場所は存在感を見せましたが、さあこの一番どうか、勝ち越しをかけてです。制限時間いっぱい、よしみやって強引のうでぶつかりました。静かな立ち合い、乗れ乗れ、つかみません。乗れ乗れ、下がったのは東くん、引き落とし、やたしまげ、東くんの勝ち。東くん千秋楽勝ち越し。ただいまの決まり手は下手出し投げ、下手出し投げで東くんの勝ち。こんな体格差で投げましたね。最近この出し投げ出ますね、東君。出ますね。いや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 。なんですか、いつ身につけたんですかね、これ。いやもうだから、その体格差を気にせず、まあいろいろやっていこうという気持ちの表れかもしれないですね。いやいや、向上心の塊ですね。もうだって、いくつですか、東君。36歳、最年長。すごいな。これで勝ち越しで、最年長の勝ち越し記録も、はい、これ、備前焼きとともに更新です。すごいですね。36歳6ヶ月。これ、2人で本当に長く頑張ってほしいですね。そうですね。40まで、はい、となれば。東君勝って勝ち越し5勝4敗、敗れて銀屏風5勝4敗です。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成27年11月12月場所。さあこの後千秋楽恒例、これより三役です。これより三役揃い踏みであります。東方三役揃い踏み。さあ扇の要が横綱湘南乃風です。右に後楽園、左に魚雷ルカイケです。さあ皆さんぜひ良い賞の掛け声をお願いいたします。ではいきますよ皆さん、せーの、良い賞、良い賞、こらのどっこい賞なの湘南乃風イヤーで締めくくります。館内タイムライン上では先ほどのオブヤンさんから、じゃあスイッチ入れられないじゃないですかって言われても一旦桜島バッター送り返すとか次の場所までに返していただければみたいな一度ふるさとに帰るみたいな。そうですね、本当は我々が行けばいいですね。そう結局そうなんですね。さあ西です。西方三役揃い踏み。扇を返してティコツーミが扇ですね扇の要なんですね左に白石島、右にとっかり大将です。ではまた皆さん一緒に良い賞の掛け声をお願いします。せーの、良い賞、良い賞、こらのどっこい賞なの最後は私が優勝です。おー
ツイキャスのではコンティニューコインありがとうございます。ありがとうございます。これで自動的に延長になりそうですね、こちらも。あ、よかったです、ありがとうございます、助かります。あまり延長しすぎると困ります。あのキラキタに間に合わないっていう前提です。さあ、今年の牛乳パックで紙相撲も残りは3番です。東魚雷イルカ池、魚雷イルカ池、西ティコツミ、ティコツミ、東方関脇魚雷イルカ池、愛知県出身愛知米屋、西方関脇ティコツミ、千歳市出身ほぼピン米屋。これより三役であります。これより三役の取り組みです。3勝5敗の魚雷イルカ池と5勝3敗のティコツーミです。魚雷イルカ池はここで勝っておけばそれほど大きな降格にはならないかと思いますが、番付ただ長くこの関脇守ってきただけに残念ですね。そうですね。一方のティコツーミですけど6勝上げられるかどうか、6勝すればこちらも大関の可能性というのが来場所出てきます。過去の対戦は2対0ティコツーミがリードなんですよね。そうですね。潜っていくのは魚雷イルカ池ですけれども、ティコツーミが意外にもこの対戦は有利になっています。これより三役、制限時間いっぱいです。両者見合って今日脱ぐれ、ぶつかりました。脱ぐれ、足をかけるのはティコツーミです。脱ぐれ、脱ぐれ、魚雷イルカ池が前に出られません。押すのはティコツーミですが、足が危ないぞ、危ないぞ。さあ土俵際ですよ。さあ打っちゃっていくか、魚雷イルカ池、ティコツーミ危ない。しかし出るのはティコツーミ、魚雷イルカ池追い詰めた、追い詰めた。土俵際残している、脱ぐれ、なんとか残している。脱ぐれ、俵の上スタウがどうか、脱ぐれ、脱ぐれ、押し込んだ、ティコツーミの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してティコツーミの勝ち。土俵際よく粘っていましたが、まあ魚雷イルカ池ももうちょっと中に入ればっていうところでね、まあ惜しかったですけれどもね。このあたりティコツーミもまあ得意にしているんでしょうね。そうですね、あの勇まないようにこう足で魚雷イルカ池を引きずっていってというところですね。ティコツーミ勝って6勝3敗で場所を終えて関脇に戻ってきて6勝は立派でしたね。そうですね。来場所も楽しみ、平成28年も楽しみです。魚雷イルカ池敗れて3勝6敗。これはどうですかね、来場所以降。いや、幕でのということになりますけど。ちょっと厳しいですよね、軽さが目立ちますね。もう一度なんとか、はい、強さを取り戻してほしい。1年前には優勝した力士です。もう一度頑張ってほしいところです。東後楽園、後楽園、西とっかり大将、とっかり大将、東方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋、西方大関とっかり大将、室蘭市出身室蘭部屋。
さあ次は大関同士の一番です。5勝3敗後楽園、6勝2敗はとっかり大将です。解説三坊主さん、いやーここは後楽園もね、まあ、とっかり大将も惜しくもやっぱり優勝を狙っていたところで、まあ、やっぱりね湘南の風であったり白石島に負けているというところがありますので、まあ、この2人にとっても、まあ湘南の風と白石島に負けたのであればしょうがないなというところはあるのかもしれないですが、この2人はこの2人で新たなライバルになれるんじゃないかなと思いますね。新大関としてはとっかり大将の今場所はどういう風に映りましたか？まあ、やっぱり大関らしい、まあ、あの優勝争いも、ね、途中までは加わっていたところ、まあ、横綱にしか負けていないというところを考えるとやっぱり立派じゃないかなと思いますね。まあ、横綱に相対するそういう存在にならなきゃいけないこの大関陣、特にとっかり大将は何かその湘南の風に対しての差が縮まったかなというふうにも思わせてくれましたし、8日目後楽園が大関の意地という意味で湘南の風をあと一歩まで追い詰めました。そういう相撲もありました。平成28年に向けてこの2人がまた一歩横綱との距離を縮めてほしいところです。結び前の一番です。過去は2対0後楽園がリード、押し合いでしょう。制限時間いっぱい、両者見合って脅威のぶつかった、横を取り抜くな後楽園、内掛けはとっかり大将残している後楽園、出るな後楽園の内掛け、とっかり大将勝ちました。ただいまの決まり手は内掛け、内掛けでとっかり大将の勝ち。とっかり大将初めて後楽園に勝ちました。いつもならここでも後楽園が押し切るんですね。今もう本当もうあと俵4分の3以上は足乗っかってたのであと一押しだったんですよね。逆にそこを反動を使ってとっかり大将ポンと押し返した、これは面白い一番でしたね。何か一つ時代の移り変わりの象徴なんでしょうか今の一番。そうですね、この紙一重のこの4分の3だけれどもやっぱそこの詰め具合がいけなかったっていうところでやっぱりちょっと動き出してますよね。とっかり大将7勝2敗で場所を終えています。これで東の西大関ということになりそうです。来場所敗れた後楽園、結局終盤4連敗、5勝4敗で場所を終えました。牛乳パックで紙相撲実況中継、さあ千秋楽全勝決戦です。東湘南の風、湘南の風、西白石島、白石島、東方横綱湘南の風、神奈川県出身神奈川部屋、西方横綱白石島、岡山県出身春日部部屋、呼び出しは大輔、行事は海坊主。平成27年11月12月場所最後の取り組みであります。平成27年最後の取り組みです。勝った方が今場所の優勝です。この2人全勝でここまでやってまいりました。序盤は湘南の風が全く危なげない相撲で勝ち上がって、そして白石島もそれを追いかけるかのように勝ち上がってまいりました。並べた白星は8つ、湘南の風は7日目8日目とやや危うい場面もありながら白星を並べて連勝記録は20と、その数字は大台に乗っています。一方の白石島、
この今年最後の一番で存在感を見せつけることができるんでしょうか。まだ横綱になってからの優勝はありません。1年半前大関時代の優勝です。3度の過去優勝があります。平成27年は湘南の風、この力士のためだけにあったんだというふうに最後は締めくくるんでしょうか。絶対王者へ、年間完全制覇へ、あと1勝です。湘南の風、解説未坊主さん、はい、まあ湘南の風のための1年という話になると、この年間最多勝のこれ今場所始まる前は41勝で始まったんですけど、はい、今湘南の風は49勝です。49勝4敗です。まあ、片っ端からいろんな記録を塗り替えてるなと、まあさすがだなというところがありますので、まあ最後の最後もやっぱり気を抜かずに、この一勝がね、まあどれだけもうこの1年を締めくくる意味でも大事な一勝っていう風になりますので、まあ湘南の風としてはもちろん負けられませんし、まあ白石島としても横綱になってからちょっとねパッとしない成績がずっと続いてた中、ここで白石島かというところを見せてほしいですね。過去は5対1、今年に入ってからは湘南の風が4連勝、ちょうど1年前白石島が勝ちました。ではその白石島が勝った1年前の一番と先場所の取り組みをそれぞれご覧いただきます。今度夜白石島の勝ち。ですがここで押し込むな湘南の風、湘南の風が出る土俵際です。押し出し、湘南の風の勝ち。ただいまの決まり、ということで1年前は前の土俵だったんですよね。ただ相撲の内容としてはこれ土俵の違いは感じさせずに、白石島がやや横にスライドしながら押し込んでいくという意味では今の土俵でもできるのかなという感じがありましたが、ね、はい、ただ今年に入ってからは圧倒してますね。そうですね、まあちょっと難しいところはありますけれどもね、あとは実力じゃなくて気持ちの問題だっていうところもありますけれども、気持ちももう五分五分だと思うんですよ。もうどちらもその負けられないものを背負っているもの、っていうのは違いますしね。湘南の風は、ま、立場はあれですけれども、やっぱりちょっと守るというか、どちらかというともう絶対王者的な感じで臨むでしょうし、白石島はどちらかというと挑戦者というような気持ちでぶつかるというところはあると思うんですよね。8つの白星が並んだ両者、湘南の風は自らの連勝記録20連勝から21にして、そしてこの記録が平成28年につながるのか、白石島がその一度区切りをつけるのか。ツイキャスでもコメントありがとうございます。確かにレトロゲームというコメントありがとうございます。タラコさんありがとうございます。ありがとうございます。さあどんな一番になるか、未完成さんありがとうございます。そして焼きビリマさんもありがとうございます。ありがとうございます。何か起こるとしたらここだというコメントも届いています。もう試合は間違いないですね。そうですね、湘南の風が平成27年完全制覇へ、白石島が横綱になって悲願の初 V へ、勝った方が優勝です。制限時間いっぱいであります。両者見合って今日のぶつかった、立ち合い5分、押すのは湘南の風、湘南の風出る、湘南の風出る、湘南の風前に行った、前に行った、湘南の風出る、残す白石島、打っちゃっていく、白石島打っちゃう、土俵際打っちゃった、打っちゃった、横を取りに行くのは白石島、形は白石島だが出るのは湘南の風、湘南の風が出る、もう一度前に出る、大相撲になった、出るのは湘南の風、押し出し、湘南の風の勝ち、大相撲でした。湘南の風優勝、連勝記録は21に伸びました。
ただいまの決まり手は押し出し、押し出して湘南乃風の勝ち。ただ平成27年最後の取り組みにふさわしい大一番になりました。よかった、大相撲でした。おじさんよかった、おじさんこれ見れてよかった。いやー、ね、横取りましたね、白石島一時は。白石島に夢を見せてもらいましたよ。こうね、うっちゃりに行きましたね。もうつま先だけになっても希望を捨てず、これうっちゃるかと思いましたけども、最後右足が土俵割ったんですね。ちょっとね、この徳田原と田原のこの境目のここですよね。そこ回り込んで、もし回り込んでいたらこれ白石島でした ね、 はい、おそらくは行けてたと思いますよ。湘南乃風も体の4分の1以上は出てましたから、これは、ね、体の半分が出ると、負けという、そういったルールもあります。いやこれはこれはこれは惜しかった。ただただ湘南乃風が勝ちました。いやー、そうですか、そうですか。ただ横綱同士の相撲にふさわしい、いやよかった、見事な相撲でした。湘南乃風9戦全勝での優勝、連勝記録21に伸びて平成28年へとその夢はつながります。敗れた白石島は8勝1敗、最後ただ意地を見せてくれました。この後は弓取り式です。弓取り式です。その後表彰式となります。弓取り式は東くんであります。では館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ。バラバラになったパズルもめちゃくちゃにされた心も。いやー、大相撲でしたね。それにしても、いやー、これはね、今場所白石島も調子良かったですし、まあ、あの最高の2人で、最高の舞台で、勝敗が決したなと思いますね。家族や友達じゃなくて、さあこの後は引き続き表彰式を行います。全国の力士が集う夢の本場所、牛乳パックで紙相撲、平成27年の1年の納めはやはり今場所も湘南乃風でありました。この後表彰式です。現在準備を行っております。これより表彝式を執り行います。表彝式に先立ちまして、牛乳パックで紙相撲斉唱を行います。皆様ご起立をお願いいたします。イントロの後、皆様ご唱和ください。牛乳パックで紙相撲斉唱。牛乳パックで紙相撲、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 紙相撲。ご着席ください。牛乳パックで紙相撲、平成27年11月12月場所、幕内最高優勝は横綱湘南乃風全勝優勝であります。さあ今表彰式、賞状が贈られます。賞状、幕の内弁当優勝。いいじゃん、いつもなんですけど弁当じゃないんですよ。
最高優勝かな。そうです、久しぶりに当たりました、湘南の風殿、はい、あなたは牛乳パックで紙相撲牛乳って言われたでしょ名古屋で名古屋のキッズたちにもあちこちで牛乳って叫ぶように言われたでしょ。あのツッコミが心地よかったですよね。あなたは今度から皆さん館内もタイムラインで皆さん書きましょう、牛乳って怒ってください、牛乳パックで紙相撲平成 2+7年、逆に難しいですね平成27年+1月引く+2月場所においてもう皆さん何て書いてあるか分かんないですよねこれね難しいっすね逆にこれ。11月12月場所において、頭書きの成績を、当初の成績をあれされましたのでこれをあれします。成績を収められましたのでこれを称します、おめでとう。6場所連続7回目の優勝です、横綱湘南乃風。マイクどこ行ったんすかなそれでは、優勝インタビューです。もういいからちゃんと読んでっていう声と誰ですかそんなこと言ってんのおめでとうもうなんて読んでるか分かんないですよね、あのぐっちゃぐちゃです放送席放送席、それでは優勝インタビューです横綱湘南乃風関です。平成27年完全制覇おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ちから伺いますか。そうですね、今年1年私が、引っ張ってきた牛乳パックで紙相撲ですから、私はねあの100年に一度の逸材と言われまして、ここまで頑張ってきましてどっかで聞いたことあるんですけどここまで頑張ってきまして、まあ引っ張ってきましたけれどもね、まあこれでいろんな記録もできましたので、まあ来年からもまた記録伸ばしてやりますよ。今場所は初日から白星、まあ今場所も白星を並べていきました。ただ途中大関陣、そして今日の横綱白石島との対戦、熱戦になりました。熱戦をすべて白星で飾りましたけれども、まあ、どんなことを思いながら最後相撲を取っていきましたか。いやそうですね、やっぱりは打倒私、打倒私ということでね、皆さん、いろいろ研究を重ねてきてくれて、まあね、最初よりはまあちょっと負けるかもしれないなってヒヤヒヤ思いながら相撲を取ることも増えてきまして、でもね、まだまだ私は負けませんよ、こんなんじゃ。連勝が一つ一つ伸びていって、今場所の途中にはついに新記録に到達、15連勝を超えて、数えた数字は21です。ぜひ後ろを振り返っていただきたいんですが、湘南乃風関。21の皆さん、歌を歌っているんですけれども、毎日違う歌を歌ってたんですけど、皆さんどのように聞こえておりましたか。いやそうですね、私相撲を取ってたのでね、よく聞こえなかったんですけども、ただ、上手い時と下手な時があるというのはよく聞いてましたね今日の21はどうでしょう。まあまあ9大点でございますけれども、なんかもう一曲歌ってる方もはいいらっしゃいますけれども、あれは私は嫌いですね嫌いですか邪道ですね。ストレートにガツンと当たってきていただきたい。平成27年は完全優勝、平成27年年間、これも史上初めてですけど50勝ですよ。そうですね、50勝もしたら金の雨が降るぜ。どっかで聞いたことありますかねさあ平成28年がまた幕を開けるということになりますけれども、平成28年の抱負など聞かせていただけますか。そうですね、まだまだ記録を、まあ、やっぱり100年に1人の逸材ということで、まあやっぱりねこれからもどん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 記録を塗り替えて、まあね私ももう何年も何年も若くはないのでね、若いうちにいろんな記録を作りたいと思っております。そうですね、平成28年に28歳になるんですね。ね、28になりますからね、どん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 ベテランの域になっていきますよね。まだまだ大丈夫ですけどね
これからだん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 年を取っていきますんで、今のうちに連勝記録も作りたいですしね、いろいろ記録を作りたいですね。もう7回目の優勝、もう後ろにはというかもう前には記録がありません、はい、どうでしょう、次の目標など最後に聞かせていただけますか。次の目標もまあやっぱり来年1年通して全勝優勝、全部勝つ。それでは最後に、全国の湘南乃風ファンの皆様へ一言お願いします。私は来年も頑張りますので湘南乃風イヤーにします。ついてきてください。おめでとう。私おめでとうございます。横綱湘南乃風関にお話を伺いました。牛乳パックで神相撲実況中継、平成27年11月12月場所湘南乃風の優勝で幕を閉じます。解説三坊主さんに聞きますけれども、はい、まあ今場所通して湘南乃風一色という風な感じも見られましたね。まあ結局ね、どうやったら勝つんだろう、勝てるんだろうっていうような勝ち方をしてた中で、後半はね、あ、もしや負けるかもみたいな、あの一番もちらほら見えたので、逆になんか親近感が湧いたというかね、まあ、やっぱり、一力士として面白いものを見せてくれるな、エンターテイナーだなっていうところも思いましたね。平成28年予定はご覧のようになっています。1月の12日にトーナメントが行われます。初日は1月の19日です。配信サイトについては今のところは変更なしで行っていく方針ではありますが、何かありましたら牛乳パックで紙相撲の、公式のブログの方にアップしたいと思います。そちらの方ご覧ください。平成27年湘南乃風が年間50勝を達成し、そして連勝記録も新しいものを塗り替えて21として、さあ次平成28年はどんな1年になるんでしょうか。本当に今からワクワクするというところでありましょう。解説の三坊さんもそうですね。そうですね、平成28年どのような1年を期待しますか、はい、最後に、まあ、やっぱり湘南乃風にもできるだけ記録を作っていって、あの誰も塗り替えられないような、大記録を作ってほしいですね。果たして平成28年は牛乳パックで紙相撲界にとってどんな1年になるんでしょうか。これも楽しみにしつつ平成27年を収めたいと思います。実況は私山田大輔、そして解説は行司たたき役最後のコメントですかね今年最後お願いしますよ。解説は行司たたき役の海坊主でお送りしました平成28年の牛乳パックで紙相撲にもどうぞご期待ください。このあたりで失礼いたします。たどり着けない場所なんてどこもありはしないから、笑顔がこぼれてきたら奏でられるよメロディー、みんなが歌い踊れば海も花も星も答えてくれる。負けそうなことあったら一人じゃないこと思い出そう、僕たちはつながってる、思いの数だけ恐れることないから踏み出せば明日が